私的財産法優先権優先権制度を利用した特許出願の例。郝は X 国において発明 A について特許出願 A をした。さらに郝は Y 国において X 国でした。特許出願 A を基礎として優先権を主張し、同一発明 A について特許出願 B をした。一方、オツは郝とは独立に。 同一発明 A を考えついたので2008年6月に発明 A について特許出願 C をした。この時 Y 国では項の出願 B がオツの出願 C の後となるが出願 B は出願 C の存在を理由として拒絶されず逆に出願 C は出願 B の存在を理由として拒絶される。産業財産権法における優先権とは一般に ある出願に対し、同じ出願人による、同一性のある、別の出願が、先の出願と後の出願との間の期間に、行われた行為によって不利な取り扱いを受けない権利。出願人の有する権利であり、存続期間は限定されている。優先権は、優先権を認める、いずれかの国に出願をした時点で発生する。優先権を主張する場合は、先の出願から、 優先期間内に後の出願をし、その後の出願の際に先の出願を特定して優先権を主張する意思を表示する必要がある。先の出願以後に他人が同じ発明について出願をしたまたは実施したとしてもそれを無効とする効果がある。後の出願より時間的に早い先の出願の日を基準に新規制。 進歩性などの特許要件が判断されるので、審査において有利となる。すなわち、優先権を主張した後の出願に対する先行技術としては、後の出願時点でコーチの技術ではなく、先の出願時点でコーチとされていた技術を意味することになる。具体的には、の二つがあり、一般には異なる目的で利用されている。 特許制度は各国ごとに規定されており、特許権の効力も各国の国内にしか及ばないので、発明等により特許等を受ける権利が発生しても、特許を取得するには必要なすべての国で出願しなければならない。しかし、他国に出願するためには、各国越への翻訳や必要書類の準備、代理人の選定などに時間がかかるため、この間に他社に先を越されれば、 権利を取得できず著しく、不利益となる。これを避けるために優先権制度が設けられた。この優先権は、基本的には、工業所有権の保護に関するパリ条約に定められているので、パリ優先権とも言う。パリ条約ではこの条約の同盟国で正規に言った、表の左側の出願に対し、表の右側の優先機関だけ優先権が与えられる。なお、パリ条約で言う。 商標は、いわゆる商品商標のみを指し、駅務商標を含まないので、駅務商標に優先権を与える義務は負わないが、仲介十八望むなら与えることは自由である。仲介十八出願の種類をまたがって優先権が可能な場合も、ある主体的要件がいい一国出願に関する要件なお、第一国出願は、正規の出願でありさえすれば、取り下げ、放棄または、 拒絶があったとしても優先権の基礎とできる中海68それに対し口述する国内優先ではこれらの場合には優先権の基礎とできないので注意が必要であるなお第一国出願が最初の出願でなければならないという規定には例外がある最初の出願映画公衆の閲覧に付されないでいかなる権利をも存続させずさらに映画 まだ優先権の主張の基礎とされていない場合、A が放棄されまたは拒絶の処分を受けた後に、A と同一対象について、同一同盟国へ出願された出願、A を優先権の基礎とできる。この場合、A は優先権の主張の基礎とすることができない。第二国出願に関する要件出願 A を基礎として、優先権出願 B をする際、B の特許請求の範囲として、 A に記載されていないものを加えても良い。ただし、それが A の出願書類の全体により、当該構成部分が明らかにされている場合に限る。同盟国 Y における出願 B をする際、同盟国 X で B 以前にした出願 A を基礎として優先権を主張した場合、A の出願 B から B の出願までに行われた行為、例えばによって出願 B は不利な取り扱いを受けない。 優先日以前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。同盟国 Y として日本を選んだ場合は、以下のものに対して優先日をその判断の基準となる日とする審査基準27年度、複数の第一国出願を基礎として同盟国 Y に優先権出願することも可能であり、これを複合優先という。 ただしこれらの出願は同盟国愛の法令上発明の単一性がなければならない。また同盟国愛に出願する際、第一国出願には含まれていなかった構成部分を含んでもよく、この場合、第一国出願に含まれていた部分のみに優先権が付与される。これを部分優先という、第一国出願に含まれていなかった部分を基礎として、 さらに別の優先権出願を行うことも可能である。同盟国 Y における出願 B をする際に、優先権出願をするには、を明示して申し立てしなければならない。申し立て期限は、各国が定め、申し立てられた国名 X と、日付は、権限のある官庁が発行する、観光物に掲載する。優先検出願の申し立てを受けた同盟国、y、は、出願人に対し、 の提出を要求できる。当本は A を受理した X 国の主幹庁の認証があれば、いかなる交渉も必要としない。提出量は3ヶ月以内ならいつでも無料である。またを当本に添付するよう Y 国は要求できる。Y 国は以上で述べた手続き以外に優先権の申し立て手続きを要求できない。また優先権出願の出願人が以上で述べた。 手続きを行わなかった場合の効果を Y 国は規定できるが、その効果は優先権の創出を限度とする。Y 国は出願後には他の証拠書類の提出を要求できる。優先権出願の出願人は優先権の基礎とする。出願 A の出願の番号を明示するものとし、この番号は官庁が発行する前述した刊行物で公表される。パリ条約による 優先権主張の手続き日本を第二国として優先権特許出願する場合以下のものを記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。なお第一国出願はパリ条約4条 C もしくは A の規定により第一国出願だとみなされたもしくは認められたものであってもよくその場合の出願費等は 同行のものに読み替える。優先権出願したものは、お次の覚悟に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。なお、当本の代わりにそれと同様な内容を有する広報もしくは証明書で、その同盟国の政府が発行したものを提出しても良い。なお、複合優先の場合は、 基礎となる出願の中で最先の日が1号の出願日として、記算される築上20番。第一国もしくは工業所有権に関する国際機関と電磁的方法によって書類を提出可能であると経済産業省令で定める場合には必要書面を提出することで、常実の書類の代わりにできる。優先権出願したものは、常実した書類とともにを、 特許庁長官に提出しなければならない。ただし書類提出時に出願番号を知ることができない時は、その理由を記載した書面を代わりに提出し、出願番号を知った時はあちたいなく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。期限 t までに書類の提出がないときは、特許庁長官は出願人にその旨を通知する。通知を受けた者は、 経済産業省令で定める期限言うまでなら書類を提出できる。その攻めに期することができない理由により期限言うまでに書類を提出できない場合は経済産業省令で定める期間内に書類を提出できる。それでも書類を提出しないときは優先権主張の効力を失う。パリ条約の例による優先権主張パリ条約に定める優先期間内に 日本に優先権特許出願できなかった場合であっても正当な理由がありかつ経済産業省令で定める期間内にその特許出願をした時は優先権を認めるこの場合の書類提出に関する規定は通常の優先権の書類提出の規定を順用する出願人は自らの意思によってもしくは審査により特許出願が複合的であることが 明らかになったことによって、出願を鬼以上の出願に分割できる。分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなす。原出願が優先権出願である場合は、分割後の出願に対しても優先権の利益を適用する。各同盟国は、自らの意思によって、分割出願するための条件を規定でいる。旧ソ連等では、 築城二20発明者賞という制度を導入しており、この制度の下では発明の実施加減が国に属するものの、発明者は国から報奨を受け取る法的書類である発明者賞が与えられる、中海68。出願人が事故の選択により特許または発明者賞のいずれの出願をもすることができる同盟国においては、発明者賞の出願は、 特許出願の場合と同一の条件で優先権が生じる。またそのような国における発明者証の出願人は特許出願、実用新案登録出願または発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。なお、同盟国に事故の選択によりという条件がついているのは一般的に発明者証は特許権よりも有用性が少ないと信じられているので、 特許付与せず発明者賞のみを与える国には、相互主義を与えなかったからである。中海68。世界貿易機関の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定では、第2条加盟国は、第2部、第3部及び第4部の規定について、1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び、第19条の規定を遵守する。 と定めており、さらに内国民待遇及び最恵国待遇も規定している。よって、日本の特許法では、以下の表で、がついているところに対し、A 国民が X 国で行った出願に基づく優先権を認めている。なお、がついているところに関しては、通常のパリ条約でカバーされている。ここで、実用新案法、衣装法、商標法に、 これらが準用される。中華民国はパリ条約と特許協力条約には加盟していないが WTOO に加盟しているので優先権が認められる。植物品種育成者権の出願に関してもウポブ条約12条で同様の優先権が認められている。国際的出願における優先権はパリ条約十九条の特別の取り決めにあたる特許協力条約 欧州特許条約やユーラシア特許条約のような条約、協定により、基本的にはパリ条約に基づく優先権として規定されている。特許協力条約は世界の多くの国が提約しており、国際出願といえば普通は PCT による出願を意味する。8条で国際出願に関する優先権主張を認めている。 優先権主張の条件と効果は指定国の国内法令による。PCT 出願ではパリ条約のみによる出願と異なり、優先権の基礎になる最初の出願から12月の優先期間内に、いずれかの定約国で対象国を指定した国際出願をすれば、その時点で優先日に指定各国へ出願したのと同じ効果が得られる。 国際出願自体を優先権の基礎としても良い。さらに、各国の国内手続きはその後の国ごとに決められた期限内に行えば良いので、パリ条約のみによる出願よりも時間的余裕がある。日本では特許法184条の3、実用新案法48条の3に PCT による優先権に関連した規定がある。なお、 優先権を主張して出願したのと同じ国を指定国とした場合、その国内における優先権が主張できることになるが、実際には国内法規による欧州特許条約では第87条から第89条で特許や実用新案の出願等に関する優先権を規定している。第87条はパリ条約同盟国、または WTO 加盟国内またはそれらへの最初の出願から12月の優先権を認めている。第89条は優先日が欧州特許への出願日とみなされる効果を規定している。審査と登録はまとめて行われるが、その後の運用は各国に任される。一部の国では国内における優先権を法的に定めている。これは元来。 国際的に認められた優先権制度に関して国内的にもバランスを取るという意味がある。例えば日本では特許法41条実用新案法8条に国内優先権が規定されている。これによりある出願から1年以内にそれを基礎として指定し別の出願をすることができる。先の出願から1年4月経過すると先の出願は取り下げたとみなされる。 実用新案法9条1項。なお先の出願を PCT 国内で共に優先権の基礎としていた場合には国内での見なし取り下げと共に国際的にも取り下げたとみなされるので PCT 出願時に日本への指定を除外するか PCT 出願後に日本への指定を取り下げる必要がある。先の出願と後の出願には内容の同一性が必要であるが 後の出願内容は、先の出願内容を基本として発展させた形であることが認められる。出願後の補正では新規の内容の追加は認められないのに対し、優先権を主張して新たに出願する場合には、これが可能である。しかも、新規制や進歩制の判断は、先の出願時点に遡って行われるので、優先期間に先の出願内容に相当する。 発明等が高知化または他者により出願されても、それらを理由として拒絶されることはない。したがって、先の出願後にその内容を上位概念に拡張できることが分かった場合や、本質的に共通する複数の出願を統合したい場合などに、国内優先権がよく利用される。ただし、新規追加部分に関しては、国内優先権は認められないので、 新規追加部分の新規性や進歩性の有無は、後の出願の出願時を基準として判断される。平成14年第539号、人工事件は実施例を補充し特許請求の範囲は、実質上変更していないにもかかわらず、国内優先権の主張が否認された例として評価、されている、裁判例である。特許権の存続期間は、後の出願を起点とするので、 先の出願から見れば国内優先権の主張により特許権を延命させる効果がある。特許出願人は自身が出願した特許または実用新案登録を基礎として国内優先権出願できる。国内優先権出願する者はその旨及び基礎となる出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に 特許庁長官に提出しなければならない。なお、国内優先権を主張する上での要件時期的、要件主体的要件基礎となる出願に関する要件以下の場合は、国内優先権を主張できない。なお、パリ優先権の場合とは違い、基礎となる出願は、最初の出願でなくとも良い審査基準27年度。後の出願に対する要件生じる権利本説では、 以下のものを明細書等と呼ぶことにする国内優先権出願をした場合、その基礎となる出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に関しては、以下のものは基礎となる出願の出願時を基準として判断する。ただしもちろん、基礎となる出願 X それ自身が優先権出願の場合、 X の基礎となる出願 Y にも書かれている発明は Y の出願時を基準として判断する。なお、拡大洗顔の判断には出願公開の発行が関係するが、優先検出願の基礎となった出願はみなし取り下げとなるので、基礎となる出願をベースに拡大洗顔の判断ができなくなってしまう。そこで優先検出願の方の特許掲載広法の 発行または出願公開があったことをもって、その基礎となる出願が出願公開されたものとみなす。実用新案法の拡大宣言に関しても同様である。ありがとうございます。